渡辺拓磨です。水曜バスケ特別編水曜バッシュ、今回は滋賀にやってきました。今回のゲストは僕がおすすめするベテランと若手のポイントガードです。どんな話になるか非常に楽しみです。では行ってみましょう。それでは本日のゲストをお呼びしたいと思います。どうぞ。こんにちは。お願いします。お願いします。お願いします。はい、どうぞ。ということで本日のゲストは滋賀レイクスターズの伊藤選手です。お願いします。はい、じゃあどうぞ。はい、はい、失礼します。お願いします。よし、先日京都駅で会いましたけどバッタリね、久しぶりに。またこうしてね、はい、水曜バッシュに出てもらえるってことで。いや、ありがとうございます。もしかしたら今回は水曜バッシュ初の涙がある回かもしれないから。そうですね、たくまさんといろいろあったので泣いちゃうことわかんないですね。はいはい、ということで今回はこの5枚のカードを全部自分で順不動で引いてもらって、はい、うわ、楽しいトークをやめてください、はい、やめてください、頑張ります。はい、早速。え、これ順番は順不動でもう好きな順番でどんどん出していって、ここなんですよ。で選んだら、うん、そう、タクカードはたくまさんが質問してくれるんですか。そう、タクカードは俺から。たくまさんとのエピソード話したらいいですか。でもどっちでもいい、どっちでもいい両方でもいい。わかりました。はい、どうしようかな。じゃあ僕はあの嫌なことからやっていきたい、はい、で好きなものを、はい、最後に届きたいので、まあ、じゃあちょっと説明はいいんで早くじゃあまずこれ、はい、お、悲しい、悲しい、はい、悲しい、悲しい、はい、悲しいトークで。そう、あのね、基本僕ポジティブなので知ってます悲しいとかあんまないんですよ、うん、ただ本当に最近、うん、まあ、この滋賀に来て2年目で、うん、若い選手がどんどん入ってきて、それこそ本当に今日はい、練習前にあのテープ巻きながら喋ってて、うん、アビシェイファー選手、はい、アビと喋ってて、アビ先月が誕生日だったと、うん、で 20? それが20、今年だから22歳になったんですよ。22歳で僕今年34歳になるんですよ。 34? はい、で干支がちょうど一周やっていうのでまあなんかその年齢なんか、ね、ただの数字でしかないって言いつつも、まあね、その同じチームに干支一周下の若いやつがいるんだっていうとちょっと悲しい気持ちになってあのね、今その織本さんはじめ、まあね、年上でね、たくまさんもそうですけど、うん、30後半でもやられてた方もいますけど、でそれでもなんかその、あ、自分ついこの年齢になってきたかっていう、うん、12歳だからね、その小6の時そうです、生まれてるってことですからね。そうですよそうですよ、小学校でも手つないで、一緒に手つないでないぐらいの違いですから、それがちょっと、まあ、まあ悲しいというか、あ、なんかそのね、年齢なんかただの数字でしかないですけど、そうやっていざ、そうやって面と食らうとちょっとね、はい、こう時の流れというか、はい、自分も年取ったなって、おーおーおーみたいなまあでも逆にね、そこから、まあ、それモチベーションに変えて、うん、そいつらにも負けないぞってモチベーションに変えて頑張ろうって思いましたけど、うん、なんかその話の中でその若手と喋ってて、はい、この何でしょう、ジェネレーションギャップというか、こう、はい、あ、それ知らないのみたいな、この2人でもあったと思うけど、はい、あ、でもまあ大したあんまなかったかなそういうのあるでしょ、結構ありますね。あの、まあ、プライベートの話もそうですけど、特にね、あのNBA の選手の話になると、昔の選手の話とかするとなんか、え、誰ですかみたいな。え、でもあれでしょ、マイケル・ジョーダンはみんな、もちろんもちろんそうなんですけど、ブルース・ボーエンとかヒース・バン・ホーの話になって、え、誰ですかみたいな。いや、あのコーナーのスリーポイント得意な選手みたいな、ハイソックスの、ね、ハイソックスのみたいなって言ってもやっぱちょっと分かってなかったんで、そこかな、ね、まあ、あとはもうできるだけ僕は若くいようと思って、うわ、その、ね、はい、いろんなことは勉強してるんで。まあお兄ちゃんに顔似てきたけど誰も笑ってないけど確かに知らない、知らない人いますからっていうことがちょっと悲しいと。悲しかったですね、はい、今日。それも本当に今日、はい、それまで何もなかったと。ないですね。どんだけポジティブなのっていう話ですけど、はい、じゃあちょっと次のワード、次、はい、